こんにちは、知識の宝庫へようこそ。皆さん、宇宙に行くと無重力になると思っていませんか？映画やアニメ、ドキュメンタリーで宇宙飛行士が浮遊している姿を目にしたことがあるでしょう。その印象から、宇宙は無重力の世界というイメージが定着しているかもしれません。しかし、実際の宇宙はどうなのでしょうか？無重力とは一体何なのか？そしてそれがどのように誤解されているのか、今回の動画で深掘りしていきます。私たちの日常生活において、重力は常に働いています。地球上のあらゆる物体、そして私たち自身も重力の影響を受けています。しかし、宇宙に行けば、その重力から解放されるというイメージが多くの人々の中にあります。この認識がどのように形成されたのか、そしてその背後にある真実を、一緒に探求していきましょう。無重力の誤解、なぜこの誤解が生まれたのか。無重力、この言葉を聞くと、多くの人が宇宙飛行士が浮かんでいる映像を思い浮かべるでしょう。しかし、実際のところ、どれほどの人がこの無重力という言葉の真意を理解しているでしょうか。メディアや映画は、私たちの知識や認識を形成する大きな役割を果たしています。特に宇宙に関する映画は、壮大なスケール感と迫力のあるビジュアルで、多くの観客を魅了してきました。映画の中で、宇宙飛行士が船内で浮遊している姿は、無重力の象徴として認識されてきたのです。しかし、これらの映像が無重力という現象を正確に表現しているわけではありません。実際には、宇宙飛行士が体験しているのは微小重力や自由落下という状態なのです。宇宙飛行士の体験。地球から宇宙に向かう際、宇宙飛行士は確かに地球の重力の影響を受けなくなります。しかし、これは無重力状態ではなく、自由落下状態と呼ばれるものです。この状態では、宇宙飛行士や宇宙船は地球に向かって落下しているのですが、同じ速度で落下しているため、船内では浮遊するように見えるのです。また、地球を離れれば重力がなくなるというのは誤解です。地球を離れても、まだ地球の重力の影響を受けています。しかし、地球からの距離が増すにつれて、その影響は次第に弱くなっていきます。実際の宇宙の状態。宇宙は無重力の場所ではありません。実際には、宇宙には数多くの星や惑星が存在し、それぞれが自身の重力を持っています。例えば、私たちが月に着陸したとき、月の重力は地球の約6分の1しかありませんが、それでも重力は存在します。また、太陽も強い重力を持っており、この太陽の重力の影響を受けて、地球や他の惑星は太陽の周りを軌道を描いて回っています。このように、宇宙には様々な場所で重力が働いており、完全に無重力という状態は存在しないのです。このような事実を知ることで、宇宙と重力に対する認識がより正確になり、宇宙の不思議と魅力をより深く理解することができるでしょう。宇宙における重力の実際重力の働きを理解する。重力という私たちが普段感じているこの力は、実は宇宙全体に影響を与える驚異的な存在です。重力とは、物体が持つ質量によって他の物体を引きつける力のことを指します。この力は、星や惑星、さらには銀河やブラックホールなど、宇宙に存在するあらゆる物体に影響を及ぼします。例えば、太陽と地球。これら2つの天体の間にも重力が働いています。太陽の巨大な質量が地球を引きつけ、その結果、地球は太陽の周りを軌道を描いて回っています。このように、宇宙の中での動きや位置は、重力の影響によって決まるのです。重力の影響軌道とは何か？軌道とは、ある天体が別の天体の周りを回るときの軌跡を指します。これは、中心となる天体の重力と、軌道を描く物体の運動エネルギーがバランスをとっているために生じる現象です。このバランスが取れている限り、物体は一定の軌道を持ち続けます。例えば、人工衛星が地球の周りを回る際、適切な速度と角度で打ち上げられることで、地球の重力の影響を受けつつも、特定の軌道を保持し続けることができます。月と地球の関係も、この重力の影響を非常によく示しています。月は地球の重力によって引きつけられており、その結果、地球の周りを一定の軌道で回っています。また、月の重力もまた地球に影響を及ぼしており、これが潮の満ち引きの原因となっています。月が地球に最も近づく位置にあるとき、その地域の海水は満潮となり、反対側では干潮となります。このように、月の位置と地球上の潮の満ち引きは密接に関連しているのです。宇宙探査と人類。宇宙探査機を地球から打ち上げるためには、この強力な重力を克服する必要があります。
宇宙船やロケットはエンジンの噴射によって巨大な推進力を得て地球の重力から抜け出します。この時、地球から逃れるための速度、すなわち脱出速度を達成する必要があります。この脱出速度とは、地球の重力を完全に克服し、宇宙空間に飛び出すために必要な最低限の速度を指します。この脱出速度を達成するためには、大量の燃料と高度な技術が求められます。過去の宇宙飛行の歴史を振り返ると、多くの試行錯誤を経て、ようやく今のような探査活動が可能となったのです。宇宙は未知の領域であり、それを理解するための知識や技術が日々進化しています。しかし、その中心には常に重力という存在があります。この動画を通じて、皆さんにもその魅力や奥深さを少しでも感じていただけたら幸いです。それでは、この動画をご覧いただきありがとうございました。もし、この動画が役に立ったと感じたら、ぜひともいいね、ボタンを押して、チャンネル登録をお願いします。コメント欄には、あなたの意見や感想をお聞かせください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。